皆さん、こんにちは。未来予想2045へようこそ。私たちの YouTube チャンネルにお越しいただき、ありがとうございます。今回は、過去に栄華を誇った古代文明の古代の遺跡の謎のすべてを解明することについて考えてみます。2045年という未来の世界を想像してみてください。技術の進歩が著しく、私たちの生活は大きく変化しています。このチャンネルでは、未来のトレンドや予測、革新的なテクノロジーについてお届けします。古代の遺跡の謎について、明快な答えを出すには、タイムトラベルをしてみてくる必要があります。タイムトラベルは、物理学や科学の現在の理解では不可能な概念です。しかし、もしもタイムトラベルが可能だった場合、その過程の下で古代の遺跡の謎を解明するためには、以下のステップが考えられます。目的の時代への移動。タイムトラベルにおいて目的の時代への移動は、複雑な物理学的及び哲学的課題に直面しています。まず第一に、一般相対性理論に基づくアインシュタインの時間の曲がりに関する理論が必要です。時間は空間と密接に関連しており、質量やエネルギーの存在によって変形することが理論的に示唆されています。タイムトラベルが可能となるためには、タイムトラベル者が物理的に時空の歪みに耐えることができる適切な手段が必要です。これには膨大なエネルギー、特殊な物質、あるいは未知の物理法則の利用が含まれる可能性があります。また、目的の時代への移動は、時間の連続性や因果律に関するパラドックスを回避するための解決策も求められます。有名な例としては、祖父のパラドックスがあり、これによれば、過去に戻って祖父を殺すなどの行動が、未来の存在を否定する状況が発生する可能性があります。量子力学や量子重力理論の進展も不可欠です。量子の不確定性原理により、微小な粒子の挙動は確定的ではなく、これが時間の非対称性や曖昧性に関連しているかもしれません。また、宇宙膨張や暗黒エネルギーによる影響も考慮する必要があります。エシカルな側面も考慮されるべきです。過去の出来事に介入することが、歴史の流れを変え、未来に予測不能な影響を与える可能性があります。これに対する倫理的配慮と、どのようにして調整するかについての、道徳的な基準が必要です。観察と分析。タイムトラベルにおいて、観察と分析は、過去の時代での出来事や状況を理解し、目的の情報を収集するための重要なステップです。この段階では、タイムトラベラーは時代全体を包括的に観察し、それに関連する要素を詳細に分析する必要があります。まず、適切な目的時代に到達したタイムトラベラーは、現地の環境や文化、社会構造を注意深く観察します。これには、建造物や技術の進化、人々の生活様式、服装、食物など、時代特有の特徴を理解することが含まれます。視覚的な情報だけでなく、音、匂い、味覚などの感覚も活用して、当時の雰囲気や状況を余すことなく、感じ取ることが求められます。建築物や遺跡などの構造物についても、詳細な観察が必要です。建設技術や使用された材料、装飾のスタイルなどから、当時の文化や社会の発展段階を読み取ることができます。また、壁画や彫刻、記念碑などの芸術的表現も重要な情報源となり、当時の価値観や信仰体系を理解するのに寄与します。一方で、分析の過程では収集した情報を論理的かつ体系的に整理します。これには、現代の知識との対比や矛盾点の洗い出しが含まれます。タイムトラベラーは当時の人々に直接インタビューできるわけではないため、物理的な証拠としての遺物や文書、
そして建造物自体から情報を引き出す必要があります。さらに当時の社会や政治状況を理解するために歴史的な文献や資料にアクセスする手段も検討されるでしょう。これには図書館や古文書館の訪問、必要に応じて言語の習得などが含まれます。遺跡の発掘調査や当時の人々の日記、手紙なども重要な情報源であり、これらを綿密に分析することで過去の出来事の背後に潜む謎やドラマを解き明かす手がかりとなります。観察と分析は単なる物理的な出来事の把握を超えて、当時の人々の感情や動機、社会的な背景までを把握するための重要な要素です。これによりタイムトラベラーは単なる歴史の記録だけでなく、当時の生活を本質的に理解し、遺跡の謎に迫る手がかりを得ることができます。資料の収集。資料の収集はタイムトラベルの過程において不可欠であり、古代の遺跡の謎を解明するための鍵となります。この段階では、目的の時代で得た情報や物品を適切に保存し、現代に持ち帰り解析できる形に整理する必要があります。まず、写真やビデオなどの視覚的な記録は、タイムトラベラーが目にした景色や出来事を生き生きと再現するために重要です。これらのメディアは後の研究者や専門家にとって貴重な資料となり、建築物や遺跡の詳細な構造、装飾、状態などを把握するのに役立ちます。音声録音もまた重要な手段であり、環境音や当時の言葉の発音、歌や儀式の音楽などを記録することで当時の生活の一端を捉えることができます。これにより視覚的な情報だけでなく、音による情報も取り込むことで、より豊かな時代の再現が可能です。物理的な遺物や土地のサンプルの収集も不可欠です。建築材料や工芸品、食器、武器などの遺物は、当時の技術や文化についての詳細な情報を提供します。また、土壌や岩のサンプルは、地質学的な情報や、地域の環境変化に関する洞察をもたらします。文書や書物の収集も欠かせません。当時の手記、書簡、歴史的文献などは人々の思考や出来事に関する直接の情報源となります。言語の理解が必要な場合は通訳や翻訳のスキルも求められます。また当時の社会構造や政治状況を理解するために、当時の法令や文化に関する文献も重要です。収集した資料は特に研究者や専門家が解析しやすい形で整理されるべきです。デジタルデータや複製物を作成し、可能な限り元の状態を損なわないように保存することが重要です。これにより将来の研究者や科学者がその情報を活用しやすくなります。最後に、タイムトラベラーは帰還する前にデータのセキュリティと保管に十分な注意を払う必要があります。もしも情報が失われたり改ざんされたりした場合、これが未来の歴史の解明において大きな損失をもたらす可能性があります。帰還。タイムトラベルの冒険において過去の時代での観察と資料の収集を終えた後、帰還の段階が到来します。帰還は慎重に計画され、科学的な手順と倫理的な配慮が欠かせない重要なステップです。まず第一に、タイムトラベラーは安全かつ確実な手段を用いて現代に帰還する必要があります。タイムトラベルの技術や装置が未知のリスクを含んでいる場合、帰還の際に発生する可能性のある問題に対処する方法を考慮する必要があります。例えば異なる時代の物理法則に適応できる設計が必要であるか、または帰還の瞬間における身体的精神的な影響を軽減できる手段が必要となります。次に、帰還後に持ち帰った資料や情報を適切に管理し、分析のための専門家や研究者に提供することが求められます。これにはデータの整理と保存、解釈のための手引きやコンテキストの提供が含まれます。
研究者がこれらの資料を使って謎や歴史の一端を解明できるように明確で詳細な文書や説明が不可欠です。機関車自身も重要な情報提供者となります。彼らが目撃し経験したことを可能な限り正確かつ詳細に報告することが過去の出来事や文化を理解する上で貴重な資産となります。感覚的な情報や個人的な体験も含めできるだけ包括的な報告が求められます。倫理的な観点から見ると機関車は過去での行動が未来に及ぼす影響についても考慮しなければなりません。もしも過去での介入が歴史を変え未来に予測できない変化をもたらす可能性があるならばその影響を制約する方法や対処策が必要です。歴史を保護するためには機関車は慎重かつ倫理的な判断を重視し介入を最小限に抑えるべきです。また機関車は現代社会においても影響を受ける可能性があります。異なる時代での経験が心理的感情的に影響を与える可能性がありそれに対処するためのサポートが必要です。専門のカウンセリングや医学的な支援が提供されることで機関車の健康と安定した復帰が促進されます。研究と解明。研究と解明はタイムトラベルを通じて得た情報や資料を分析し歴史の謎を解明するプロセスです。これは冒険者や科学者、歴史学者が古代の出来事や文化を理解し新しい知識を獲得する上での鍵となります。まず収集された資料は専門家や研究者に提供されその解釈と分析が始まります。これには歴史学、考古学、建築学、言語学、地質学など多岐にわたる学問の専門家が関与します。それぞれの専門家は自分の分野での知識と経験をもとに古代の文明や遺跡について新たな視点を提供し謎を解明する手がかりを見つけ出します。古代の言語が必要な場合言語学者は文字や言葉の解読を試み文献や碑文から情報を引き出します。これにより当時の人々の思考や感情宗教的な信念などがより詳細に理解され遺跡の目的や機能が解明されることがあります。建築学者や考古学者は建造物や遺跡の構造やデザインに焦点を当てそれが当時の技術や文化にどのように結びついていたかを分析します。建物の配置や材料の使用装飾のスタイルなどから当時の社会構造や価値観に関する重要な情報が導き出されます。地質学者は土壌や岩のサンプルを分析し地域の環境変化や地質学的な特徴を解読します。これにより遺跡の建設時期や変遷周辺環境の影響を理解することができます。また解明のプロセスでは物的な遺物や文書だけでなく観察者の報告や感覚的な情報も考慮されます。これにより単なる事実だけでなく当時の雰囲気や生活様式がよりリアルに再現され歴史の一部として復元されることが期待されます。ただし解明のプロセスは常に挑戦的であり謎が完全に解かれるまでには時間と努力がかかることがあります。また解釈には主観的な要素も含まれるため異なる専門家や研究者が異なる視点から同じ資料を解釈することがあります。最終的な解明は単なる歴史の謎解き以上のものでありその知見は人類の歴史や文化に対する理解を深め新たな知識をもたらすことでしょう。また未来の冒険者や学者たちにとっては今回の研究が提供する手がかりが新たな発見や冒険の原動力となることでしょう。皆さん、今回の未来予想2045はいかがでしたか？私たちのチャンネルをご視聴いただき、本当にありがとうございました。未来の可能性について一緒に考え、語り合うことができたことを嬉しく思います。これからも未来予想2045は最新の情報と予測を提供し、皆さんと共に
未来を明るく希望に満ちたものにしていきたいと思っています。引き続き未来予想2045の応援をお願いします。少しでも未来予想2045に興味を持っていただいたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴していただいてとても嬉しいです。ありがとうございました。